K チャンネルのオーナーの K です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。宮内庁には署名の受け取り拒否をされたわけですが、もう一つの署名は8月25日に日本年金機構に手渡しでお届けできるようになりました。当初は厚労省に届ける予定でしたので、署名提出にあたり厚労省に問い合わせをしています。本日はそちらをご覧ください。こちらは厚生労働交換手へおつなぎします。はい、交換台でございます。あ、すいません、午前中もお電話差し上げたんですけど、厚労省に対して署名を提出したいんですけれども、その手順について教えていただきたくてお電話させてもらったんですね。あの、一般の方でしょうか、個人の方。個人です。個人の方。そうです。何かご意見ということですか。今巷で話題になっている小室圭さんの母親の佳代さんの遺族年金詐取について調査をしていただきたいという旨を、はい、神奈川県の職員共済組合に電話をさせたら調査できませんっていうことがあったんですけれども、ただぜひ、はい、調査していただきたいなっていうふうに思って署名を始めたら署名が集まったもんですから、それをですね、はい、直轄しているトップが厚労省だと思いますんで、遺族年金に関しては。なので厚労省に対して国民として意見をですね、はい、持ってお届けに伺いたいなと思いまして。署名ですね、いろいろな方の。そうです、何千人という方が賛同いただいたものですから、個人でありますけど、はい、私代表者として署名の方をお持ちして手渡しでお渡しできたらなと思いまして。かしこまりました、お待ちくださいませ。はい、今おつなぎ先があるかどうかを確認しております。お待ちくださいませ。はい、あ、恐れ入ります。今年金局いくつかの係に問い合わせてみたんですが、はい、こちらではなく日本年金機構へということなので、日本年金機構のトップの電話番号をお伝えいたします。はい、はい、どうぞ。東京03、はい、5344、はい、1100です。どなた宛にお電話をすればよろしいですか。こちらが本部の電話番号なので、はい、本部の代表番号になりますので、そちらにお話しいただけますでしょうか。わかりました。ちなみになぜ厚労省ではお受けいただけないんですか。厚労省いくつかの係に聞いてみたんですが、はい、こちらではなく日本年金機構へということだったんですけれど、分からないので聞くんですけど、はい、遺族年金の最終的な責任は厚労省が取るんではないんですか。あの、個人の方 の、 あのご本人ではなく、ご本人以外の方ということなので、言っている意味があんまりよく分かってないんですけど、私が、ご自身の年金をの調査とかではなくて、はい、あの全く別の方の調べてほしいということですよね。調べてほしいもそうなんですけど、署名を私は届けたいんですよね。それを責任の所在がよく分かっていないんですけど、以前厚労省にお電話をしたら業務関係は全部日本年金機構に委託しているという話は聞いていたんです。業務の話ではなくて、意見として全体の遺族年金の制度の中身にもよってくると思うんですよね。そうすると実務の方ではなくて最終的に責任を取られるところに意見として提出させてもらった方がいいかなと思って厚労省にお電話させてもらったんですよ。今問い合わせたのは年金局総務課と、はい、年金局 の、 あの給付などを担当しているところに問い合わせたんですが、はい、制度ということでしたら年金局年金課の制度のところに問い合わせていますと、はい、お待ちくださいませ。年金局年金課の制度のところにも問い合わせたんですが、事務委託しているのは日本年金機構になるので日本年金機構にお願いしますということでした。
本部の電話番号を先ほどお伝えした通りでございますが、ちょっとお話しいただけますでしょうか。ちょっと聞いていいですか。そもそもの遺族年金の最終的な責任はどこが取るんですか。業務を委託している日本年金機構が取るという認識でいいんですか。責任に関しては最終的な責任の所在はどこになるんですか。私自身はそこの最終セクションのところに意見書として持っていきたいんですよ。それが厚労省ではないっていう認識でいいんですか。お待ちくださいませ。もう一度年金給付のところに聞いてみましたが、はい、あの調査などは日本年金機構の方で行うので日本年金機構の方にお願いしますと同じ答えでございますが。それは分かったんですけど、最終的な責任の所在は日本年金機構ということでいいんですか。そこに関してはどういう認識で私は持っていればいいんですか。先ほども私お尋ねさせてもらっていると思うんですけども、最終的な責任者っていうのは日本年金機構に委託しているから日本年金機構が最終的な責任を取りますという認識でいいんですか。お待ちくださいませ。もう一度つなぎましたが、はい、署名は日本年金機構に出していただくしかないということです。じゃあ私は日本年金機構に厚労省から署名を受け取るのは日本年金機構だから受け取る手順を教えてくれということで日本年金機構は理解はしてもらえるってことですか。こちらの年金局の総務課総務係年金の給付、あと年金制度の年金課にも問い合わせましたが、すべてのものは日本年金機構へというご案内でございました。わかりました。交換代では職員のお話、話した通りにしかお伝えできないので、あ、それはもちろんわかってるんですけど、ところによると、そのように日本年金機構にということです。わかりました。で、先ほどから私お聞きしていますけど、責任の所在は、日本年金機構が最終的な責任を持つという認識でいいんですよね、そしたら。そのことについても問い合わせましたが、はい、そういきますと、署名を出していただくのは、もう日本年金機構になるのです。わかりました。それは分かったんですけど、先ほどの答えとして、責任の所在としては、日本年金機構最終的な責任を取るというのは、厚労省の認識としては、それでいいんですよね。私はそれが厚労省の認識だと受け止めていいんですよね。その署名のことと別の話ですよ、それは。もちろん署名の出す窓口としては日本年金機構でお願いしますというのはよく分かったんです。それと別、はい、このまま日本年金機構に署名提出の問い合わせをしても今度は年金事務所にとたらい回しにされる可能性も脳裏をよぎましたので、遺族年金の支給についての責任の所在を明らかにしたかっただけだったのですが、これが本当に大変でした。結局このやり取りを約30分ほど続けました。対応していただいた職員の方を責めるつもりはありませんが、関係部署の方が対応を面倒くさがっているのは感じました。この責任の所在を明らかにする作業って本当に大変だなと、このやりとりがこのまま永遠に続くのかなとも思いましたが、ようやく遺族年金支給の責任の所在についてお話を伺うことができました。その模様は次回お伝えしていきます。お電話変わりました。年金局年金課でございます。たびたびすいません。遺族年金の件でいろいろ今確認をさせてもらってたんですけど、はい、業務関係は日本年金機構に委託しているっていうのは存じ上げているんですけれども、はい、最終的な責任って、はい、日本年金機構が取るというところで、認識していていいんですかね、こちらとしては。